はい、本日はですねスペシャルゲストをお招きしております。島根大学医学部歯科口腔外科教授関根丈司教授をお迎えいたしました。ようこそおいでくださいましてありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、今日はお招きありがとうございます。島根からねお時間作っていただいてお忙しいのに本当にありがとうございます。いや実はね、はい、島根と出雲と東京と羽田はたった飛行機1時間です。あ、ご近所ですね。はい、お風まで来れる距離ですね。はい、そして今日はですねこの番組でもおなじみのお口の博士新谷先生にも来ていただいております。はい、こんにちは。あの番組に新谷先生来ていただいたの初めてじゃないでしょうか。いつもコーナーでですかね。はい、はい、今日はですね、関根教授と新谷先生交えてですね、はい、いろんな歯の悩みお口の相談していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まずなんかお二人はすごく仲がいいような雰囲気なんですが、いつからどのようなお付き合いでお知り合いなんですか。僕はあんまり言いたくないな。じゃあちょっと関根教授から。僕は鮮烈に覚えてるな。どういう出会いなんですか。関根教授と新谷先生の出会いは。いまだね、僕が長崎大学にいて新谷先生が愛媛大学からかな、はい、もう20年ぐらい前なんだけど、はい、まあ、僕らいろんな学会に行きますね、がんの仕事とかしてるとその発表したんです。僕がお医者さんだからいろんな学会があるんですよね、はい、でそこで発表したら、はい、まあ、新谷先生も、ね、まあ、ちょっとやんちゃだったからね。いやいや情熱に燃えていた、ね、僕の実験が、はい、まあ、ちょっと変じゃないのとかいうことを四国の方言でもっておっしゃったんです。あ、これ どんなニュアンスで再現できますか。いやいや先生の先生のそのご発表ちょっと、こういう点で、疑問が残るんじゃないですかというふうに。それが出会いです。流暢な東京弁で喋ったりしますけど、ね、違う僕にはそうは残ってない。そういう出会いから それからね今度次に再会したのがね、はい、半年後また別の学会 で、はい、でその時も僕が発表し終わったら新谷先生が手を挙げてね、この前の時とあんまり変わってませんねっていうことを悲しいですね。ちょっと四国の方言っていうの、そんな感じで。いや学会というのは議論を戦わす場だったので、まあそう、まあまあイチャモンつけたわけじゃないね。ちゃんと学術的に、まあね、言葉に書くのとやっぱりほら言葉で言うのと強烈な出会いだったんですね。強烈な出会いでファーストインパクトが。で2回目まではお互いに、はい、まあ好きか嫌いかって言ったら好きじゃなかった。そうでしょうね、そんなこと言われてね。そう先生ね、今ではそんな雰囲気に全然同じ様子見てると思わないですけど。その半年後にまた再会したの、はい、今度はね千歳空港の売店、うん、これまた嫌な先生と会っちゃったなと思っちゃったのが正直かもね。なんかお互いに目があって、あこんにちはって言ってそれから仲良くなった。その後ね僕が昭和大学の教授になって、1年後に先生が島根大学の教授。そう、あそうなんですか、うん、なんかご縁って不思議ですよね。だからねそのいろんな研究面ではね、僕やっぱり若い頃からやっぱりその愛媛の新谷先生のね臨床面研究面僕は尊敬してましたよ。なるほどですね、うん、島根大学の医学部歯科口腔外科で関根教授はどのような、はい、そのお仕事というか、うん、ちょっと皆さんにプロフィール兼ねてちょっとご紹介していただきたいんですけど、はい、要するに先生のやられてることっていうのを主にこうざくっとご説明していただければ、ね、まあ、僕がやってることは、まあ、仕組み作りなんですよ。まず仕組み、はい、で医学部の中で歯科口腔外科っていうのはどういう役割を果たせばいいかということを常に考えて、はい、まあ、去年10周年迎えたんだけど、考えてやってました、はい、で皆さん歯科っていうと町の歯医者さんっていうイメージでしょ。クリニックとか歯医者さんに、うん、はい、お世話になってる方で今ちょっと余計なことだけども、はい、日本ではコンビニエンスストアの数よりも歯医者さんが多いんだよね。開業医の数でその中でやはり多くは虫歯であったり歯周病であったり、まあ、歯がなくなってインプラントとか親知らずを抜いたりっていうのが、まあ、歯医者さんに行く理由だと思うんですけども、僕らの大学病院では、はい、お顔や顎にできる病気ね、例えばそれをねやっぱりリスナーさんが知りたいですよ。要するに町のお医者さんとよく大学にある口腔外科では、ねね、治療が何が違うのかっていうところが今のその流れから、そうですね、どちらも担当しているのは、
いろんな大学の歯学部を出た歯科医師の先生たちですね、はいはい、で例えば医学部を卒業した人も消化器の内科だったり、肺専門の内科医だったり、心臓を手術する外科医であったり、はい、整形外科とかたくさん分野がありますよね、はい、で歯学部の中にもいわゆるその歯の治療とか歯周病とか、うん、そのがんを扱う人とか、うん、交通事故で顎の骨が折れた人とか、うんはいはい、それとか最近よく聞くのはね、あの虫歯が治らない治らないって言って、ずっと歯医者さん通ってたけど顎が腫れてきて骨髄炎っていう病気になったりする、はいはいはい、まあ、非常に大きなその、まあ、手術が必要になってくる、うん、だからまずは僕はお近くのかかりつけの歯科の先生を一つ、うん、あの持っておくのは大事だと思うけど、うんはい、やっぱりその先生たちもどこまではうちでやってどこからは大学病院に依頼すると、うんまあ、そういったところをみんながこう同じ価値観で持ってね、うん、あの認識し合っていくことがこれから大事かなと思ってますね。そうですね、その知識をですね、ええ、あの一般のそのお口や歯で悩んでいる患者さんで意外と知らない方が多くて、うんうん、普通に歯が痛くなったり歯茎が腫れるとまず近くの、うんうん、かかりつけの病院に行くと思うんですよね、うん、でところが何度治療してもなかなか治らない痛いってなった時に、うん、ちゃんとその町のおじさんが誘導してくれて、うん、こっから先はここではないよという、うん、大学病院だよとか口腔外科だよという案内をねしてくださるとすごく分かりやすいですよね。あのこれはやはりあの、まあ日本の国民の方ももっともっとご自分で認識していただきたいと思うんですけど、例えばアメリカに行くと歯の根っこの治療がありますね、はいはい、こうなんか小さい歯でこうやるのが、はい、歯の根っこの治療だけで開業している専門医、うん、町の開業医先生ですよ、うん、で今度はかぶせるの専門でそれしかしない歯医者さん、はい、で親知らずだけを抜く歯医者さん、分野分野ですね、うん、でその仲間たちでみんなでこう紹介し合って患者さんやってる仕組みがありますね。あ、素晴らしいですね、あの専門性すごく高いと思うんです、うん、で多くの日本の歯医者さんの、まあ、開業医の先生では、はい、歯科とか矯正歯科とか、うん、小児歯科とかこれは分かりやすいですね、うん、歯並びを治す、そうですよね、子どもの、あの小、まあ、小さいお子さん特殊だから、うん、であとは歯科口腔外科っていう看板を上げてらっしゃる先生も最近増えていますね。あんまり見ないですけどね、ええ、少ないですよ、圧倒的に少ないですよね。少なくともあの新谷先生のところは、まあ、元口腔外科の大学の教授でいらっしゃったけども、はい、今は口腔外科クリニックっていうお名前 で、ね、やはりあのいわゆる歯科治療とはいわゆる歯科治療さん入れ歯を作ったりかぶせたり虫歯治療したりじゃなしにもっと専門性の高い、うんまあ、腫瘍であるとか骨髄炎とか顎の炎症の病気とかねとか骨折とかがんとか、ね、先生そういうところを先生で今はそんなことしてないけどねそういうことはあるけど、いやでもそれはあれですよ、歯科口腔外科と歯科の違いというと、歯学部を出たその歯医者さんは、歯科口腔外科的な知識、要は口の中の粘膜であったり、まあ、がんとか、それを見つけるということね、手術は大学病院でするけれども、それを見つけるということも全部勉強している、うんうん、で僕が言いたいのは開業医になって言いたいのは勉強しているために6年間も行ったこと、はいはいはい、医学部と同じぐらいだけ大学で教えてる、うん、僕も口腔外科の教授として教えた、うん、でも全部忘れてますよね、うん、とは言わないけどもほぼ全部忘れて、虫歯と歯周病と、うん、先ほど言った歯髄炎という根っこの治療と、うん、こればっかりする、インプラントだね最近は、うん、インプラントも専門性がいて、うん、もう全然曲がったところに入れたりとか、うん、そういう被害を与えるということが多いよね、うん、でなおかつ歯の治療も先生ね、うん、まともにしてるかというと、うん、歯のその治療って全部レントゲンに移るわけ、した仕事が、うん、根っこの治療もそう、うん、まあ僕銀座で開業してわかるけど、うん、ひどい。僕はね先生変なこと言うけど、はい、僕8割の歯医者さんダメだというのをよく患者さんに言うの。あのね、僕正しいデータを持ってるんですけど、あ、それちょっと聞きたい。日本のね歯科医療の何パーセント、 70% だったか 60% は再治療なの。ああ、そうでしょ、うん、再治療っていうのは例えば10年前にある歯医者さんで歯の根っこの治療を受けてかぶせ物してもらったけど、その根っこの先になんか病気ができてくる。ああ、
私もそれ経験したことあります。でいやこれは例えば僕がやってもね同じことが起こるかもしれないんですけど、それぐらい歯科治療って僕は難しいと思うんですよ。でかつてはね先生僕らの時代って歯科治療難しくて怖いから口腔外科に行こう進んだっていう人もいるよね。なるほどね。いますよ。だからね今それの一番面白いのがスウェーデンなんですね。僕1989年90年ぐらいにまだ日本でインプラントが流行ってない頃スウェーデンに勉強に行ったんですよ、はい、でかつてスウェーデンは全部歯を抜いてたの。で歯がない顎って書いて虫顎っていうんだけど、そういう患者さんがにインプラントをたくさん入れて、やっぱりスウェーデンってリーディングカントリーなんですよね。やっぱり世界を引っ張ってるんですよインプラントでは。だけども僕がスウェーデンに留学した10年前は今度は予防歯科って言って、うんうん、要するに今ほら人間ドックとかで あらかじめこう高脂血症にならないようにしましょうとか血糖値コントロールしましょうとかでしょ。であれと同じでもってその虫歯にならないように歯を失いならないようにするにはどうしたらいいかっていうのが、当時スウェーデンは 80% が再治療で 20% がそういう予防だったんですよ、はい、で今日本がまさにそれに近い状態、うん、でここからこれをこう逆にしていくわけですよ我々の目標は、うん、ただ予防歯科って先生保健所できないんだよね、うん、なるほど。要はねクリーニングしましょうというのも、うん、歯周病で歯石がついて、まあ、たくさん僕らが卒業した25年ぐらい前はもう口の中からリンゴをかじると血が出ませんかっていう感じで血が出てね、歯周病でお口も臭い人たちたくさんいたわけですよ。で今はその人たちのために歯周病の保険であるクリーニングとか歯石除去をある、うん、でもう綺麗になってしまってあともう一生懸命メンテナンスをする人っていうのはプロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニング PMTC っていうんだけど、これ自費だよね。自費であります、ね、自費なんですよ。だからそれがねやはり日本 その歯科とかの保険の問題とかも、まあ、僕がここで声を上げてもどうなるか分からないけれども、まあ、でも皆さんに認識していただきたいのは日本の歯科医療のまあ7割とかその程度が全てが再治療。なるほどね。だからこれやっぱり予防していかないと国家予算に響くよね。だから僕は会った若い先生に言うんだけど、うちのコンセプトの一つは自分の家族を見るようにと。で家族の治療をして銀歯入れました、外れました、まあ、父ちゃんでもいいしおじちゃんでもいいし誰でもいいよね、外れたやんけって言われたら嫌じゃない。だから一回僕が治した歯は絶対に再治療というかもう二度とうちのクリニックでは治したくない、違う意味でね、もう絶対一回治したらもう治したいということで必死でやるのよ。だから削る時間もちょっとだけ丁寧に削るので長いしということで時間を取るけれども、まあ見ると先生やっぱりね、いやミシェイの出っ歯かぐらい陰霊というあれが、陰霊という詰め物があってなかった、レントゲン全部映るのよ。で陰霊の下に真っ黒い二次右色っていう取り残しの、僕前ミカリに言ったと思うけど、右色検知液先生使わん先生が8割なの、うん、そうだろうね。で右色検知液って言ったら3秒で染まるのよ。なんか良い歯医者さんの見分け方で右色検知液を使っているお医者さんをおすすめしますっていうの前にね、うん、で2割の人しか使ってなくて、どうしてかというとそれ高々3000円か4000円なの、はい、まあ、でも結構使うけどね、うん、そしたらそれがもったいないというで使うんですよ、うん、それで虫歯の菌を見逃したり残したりするっていう、うん、で虫歯の菌が残ると歯髄炎っていって歯の神経まで入って、うん、それが根っこの先にできると、うん、混線性歯周炎になるけど、うん、それがもっと人の、ね、免疫機能とか顎の状態におかしくなると関根教授が言われたような骨髄炎っていう、骨髄炎って顎取らなきゃだからね、ものすごくなる、ね、怖い病気ですね。怖いよね、うん、僕のとこでもやっぱり骨髄炎で、うん、顎がどん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 炎症が広がって、しまいにはこの足の腓骨っていう骨で、ね、足の骨を取って、ここでこう曲げて、顎を全部取って、顎を全部取って作り直す、ね、作り直す。素朴な疑問なんですけどね、うん、そういう話を聞いてると一般庶民の我々はじゃあ最初からね、うん、その虫歯かなと思って、まあ、簡単にこうお医者さん行くじゃないですか、最初から口腔外科に行った方がいいんじゃないかと思いつつ、うん、ただ口腔外科というイメージで敷居が高いイメージがあるんですよ、どうしても、うん、なんか簡単に歯が痛いからって言って行けるようなとこじゃないというのがイメージで、口腔外科はどうしても大学病院に入ってるイメージが多いので、うん、
なんか大学病院って言ったらよほどじゃないと行きづらいというイメージがあるんですけど、まあ、ちょっと最後の砦的な感じがありますよね。あります、大学病院、大学病院に紹介されたって言ったら、うん、よっぽど悪いもんじゃないかなと思うけども、うん、そうですね、まあそれは皆さん考え方変えてもいいと思うね。あの関根教授とか僕が教授やってる時はまだ自分で言うもあれだけど教授として優しかったけれども、やっぱり上から目線で、そうなんですよね、こうという人もいるのよね。だからうちのクリニックにがんの人も相談来たり、でうち来るでしょ、来たら、まあ、開業当時は先生東大借りて、東大 の、 あの天皇陛下が手術した隣の隣の部屋、僕専用で高戸先生お願いしてね、で教えるという条件でがんの手術が行ってたね、それがもう忙しくて行けないから、もう今はいろんなところに紹介を差し上げてるんだけど、やっぱり敷居をこう歯科口腔外科という敷居を下げるという意味では開業で自分で手前味噌で悪いけど患者さんの口の中の病気を確実に診断できる人を増やすというのも大事だね。自分の自己判断で、これ本当に虫歯かな、もしかしたら違う病気じゃないかなって分からない患者さんもいっぱいいると思うんですけど、そういう時に口腔外科にいきなり行っても大丈夫かな、見てもらえるのかしら、やっぱり最初に町の歯医者さん行った方がいいのかなって思ってる患者さんって多分たくさんいると思うんですよね。僕はね、うちの若い研修医レジェンドたちには、間違ってもいいから、悪い方に診断しなさいって言うんですよ。で手術の後も、まあ、順調ですのじゃだけじゃなくてね、何かあるんじゃないかっていうような目で見てほしいと思ってる、リスク的な感じ、感染したとかね、はい、で何かあるんじゃないか、何かあるんじゃないか、だから患者さんたちにもね、例えばお口の中 の、 この粘膜っていう薄いピンク色だけど、これ新谷先生の本にも書いてあるけど、白くなったり赤くなったり黒くなったりしたところ、こう触ってみて、なんかこうえぐれたりね、膨れたりしてるところっていうのは、これはねやっぱりがんなんですよね、がんなんですよ。で歯医者さんの中でも、これちょっと去年の暮れに僕お二人経験したんだけど、上顎と下顎それぞれ歯茎のがんの人ね、で違うクリニックでもって、歯科のクリニックでそこの歯グラグラしてるから、がんっていうのはもう組織を溶かしますからね、顎の骨グラグラしてから歯抜いた、で歯を抜いたけど治らないからそこをレーザーで焼いたって、バンバン大きくなるのがんが、どうだから悪くして、僕も悪くして、それはそのお医者さんががんと気づかないで治療してたんですね。そうなの、それで紹介する時も、歯を抜いたところが治らないから見てちょうだいっていう、自由不全っていうので来るのはちょっと、ね、言うのはちょっと言いたくないけどね、でもね、メディアに言うとね、8割の歯医者さんはね、僕はちょっと勉強をし直してほしい。そうですね、がんというのは命に関わる病気で、それを知らずに抜いて、虫歯かと思ってね、でそれで走破って言って、走破したらがんを走破って言って、なんてやると飛ぶでしょ、でそのことによって亡くなる人もたくさんいる。本当はアメリカみたいに早期発見に寄与するのが開業医なのに、悪くして大学病院に送ってくる、あるいはそういう専門機関に送ってくれる人も、それもあれですよね、そのさっき僕言ったその、まあ、再治療じゃないけどきちんとした治療で、ね、そうだね、まあ最初に診断がついてないっていうか、だからそういうこと、そういう先生に当たると本当に症状が悪化して死にも至るので、まあ、テレビとかそういうのが出ることがあれば口腔がんの早期発見、僕はもう歯医者、ちょっと先生やっぱり言い過ぎかもしれないけど、僕もたくさん教えているんだけど、歯医者さんに対する再教育っていうことがやっぱり難しいと思う。でその人はどうしてそのがんをね、先生外のテリトリーに持っていくかというとね、先ほど言ったように歯科口腔外科も含めて僕ら全部教えてるでしょ、教えてるけど開業した瞬間に歯しか見ないわけ、歯しか見ないから全てのいろんな病気を歯に持っていこうとするわけ、自分が勉強するから、だからグラグラしてがんというのもどっか遠くで昔新谷先生の授業で聞いたことあるけどとか、関根先生の授業で聞いたことあるけど、歯の病気だから歯周病だと決めつけて抜いちゃう、だからずっと障害教育じゃないけど勉強してほしいなと。ヨネバミの患者さんにしてみたらたまったもんじゃないので、こういうの聞いてるとやっぱりその知識をその悪い病気かもしれないというリスクを考えた上で、知識がきちんとそこの技術がある、やっぱり最初から口腔外科に行った方がいいんじゃないかと思うんですよ。違うんだよ、まとまった話違うんですか。ね、僕島根県で口腔がん検診ってもう10年やってるんですね、
で今その前にその、まあ、ローカルのとこだからケーブルテレビなんかってのがあって、で僕が30分ぐらい喋ってお口の病気の見つけ方っていうのをこうちょっと短いビデオにしてるの、はい、でお口開けただけだとさっき新谷先生おっしゃるように歯しか見えないじゃない、うん、でもがんっていうのは日本人の口のがんの 60% くらいはベロのこの横っちょなの、うん、だからね僕が今日はね皆さんに良い歯医者さんの見分け方、それ一番知りたいと思います。これちょっとね、とっておきなんだけど、ぜひ僕から言ってもいいですか。どうぞ。あのね、衛生士さんとか、ほら歯茎のチェック深さとか測るでしょ、はい、あれはもう常識、はい、で例えばあの患者歯医者さん行った時にお二人 誰でもいいよ行った時にベロの先をガーゼで持ってベロ引っ張り出してベロの横をこう撫でてくれるような歯医者さんはこれは大丈夫。先生いないって、そういう方いない。いやだってね、市民公開講座とか、うん、僕島根大学の医学部でも1年生とか3年生4年生いろんなことを教えるんだけど、歯医者さん行ったことある人ってこう言うので、あの何言ったの、親知らずとか虫歯とか言うんだけど、じゃあその時講義で僕がスライドでねこう出してるわけですよ、ベロ引っ張ってここにがんがあるんだよっていうの、こうやってやってもらったことある人って言ったらシーンなんだよね、うん、でしょう。 ないでしょ皆さん、ないでしょうね、ないでしょうね、うん、だからね本当に本気でこうずっとあの触ってくれる人でベロを引っ張ってちょっと早く横触るよって言ってくれる人はね間違いない、いいお医者さん。あ、まあ、まあまあ、ちょっとこのでもう一個はさっきね新谷教授が教えてもらった右側検知液をね、うんうん、使われるお医者さん。歯の根っこの治療って僕自身も怖くてできないんですよ。っていうのはこう歯の根っこっていうのは例えば大きな木があってで、ね、根っこがあって土から出てきて小さい枝幹に分かれていくでしょ、ね、あれがちょうど逆になったものなんで、真ん中のその幹のところだけ治療してもね、どんな名人がしてもやっぱり僕難しいと思うんですよね。で最近は都内にも多いと思うけど、その根っこの治療だけを顕微鏡を使って保険診療でできないから自費診療でやるって、僕はねそういうところの先生はやっぱりきちんとあの治療してくださると思いますよ。歯の根っこの治療が一番やっぱり難しい、歯を持たすためには。そうですよね。で僕自身もずっと口腔外科やってきたけど、実は僕ね先生4年前からあの入れ歯の勉強を始めたの。これアメリカのあるあのそういうグループのがあるんですけど、まあ、年に4日ずつ4、5回か通うんだけど東京に、ね、そしたらね僕ね入れ歯が作れるようになった。それは楽しい。楽しいでしょ。楽しそう。でほら島根県ってこう横に270キロで沖ノ島ってあの日本海に浮かぶ島も含めると結構広いんですよ、うん、で僕のとこからその島にも歯科医師派遣してるんだけど、そういうもう本当のその、ま、もう村の町あの、なんていうの、診療所みたいなところにも僕行くのよ。そしたら高齢のおじいちゃまやおばあちゃまが入れ歯合ってないの。なるほどね。長いことかかって、まあ、普通の入れ歯でもう全然顎も痛いし、でこう治療してあげたらね、関根先生入れ歯上手だねってこれも言われたの。喜ばれたでしょうね。だからね、みかりんね、僕も開業した時よく言われたけど、関根教授の話聞いたら分かると思うけど、はい、一生懸命やっとる人はどんな治療もできるの。だから例えば言ったけど、市内療法の専門医の先生のところに行ってそうするといいんだよって言われたけど、うちも猫の治療してるけど、自分で言うのはあれだけど、家族を治すときにその市内療法というのも必死でやるでしょ、うん、そしたらどんどん上手くなる、うん、だから入れ歯のおばあちゃんも多分先生は家族のように思って勉強しないかんと思ってやると進歩する。だからずっと学び続けてる人は、僕自分で言うのはなんだけど、うちの審美めちゃくちゃうまいからね。うちの審美って前歯をちょっとだけ削ってね、先生ベニヤっていうのを貼っつけるんですね。初めはまあ言っちゃ悪いけど、コア後はまず何したかというと模型で100個ぐらい技巧者についても削って、うん、そうですそれであの前ちょっとお話はしたことあるかもしれないけど、某銀行の頭取の娘さんの前歯2本を初めてやった、うん、でやって怖いよねそういう時は。怖いで、それをやって、そのお父様とそういうちょっと県人会とかで会うことがあったんで、すいません娘さんの削らせていただきましたって言ったのね。 お父さんがお金出したしね、うん、で、うちの娘がもう写真で笑うようになって、先生感謝に耐えませんって言われた。
はい、それからちょっと前歯のちょっという方に対してはされませんかっていう話をする。お金儲けじゃないの、うんうん、本当に美しい顔しててもスキッパだったり、うん、美しいのに前歯のところがレジンというやつ詰めてちょっと汚れてたりということがあると、それは必死でやってあげるということが、うん、っ顔って名刺と一緒ですからね。そう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 、それがね、言いたいのは先生が今言っていればが上手くなったんだよというのはもうできる、まあ、前から思うけどでき自分で言うのはあれだけど、先生みたいにできる人は何でもできる。口腔外科のがんの手術もできるし、歯を削らしてもいけるし、入れ歯をできる。いやでもね先生ね、僕ね、うん、歯を削るのは、ね、やっぱり怖い。僕ほらがんでさ、あの皮膚とかもう取らざるを得ないとか、うんうんうん、そこに胸の筋肉とかでこう顎作って、ね、あのほっぺ作ったり腰の骨とかで顎作ったりするけれども、歯のエナメル質ってあるでしょ、一番歯の表面、あそこって一回削ると絶対戻らないんだよね。絶対戻らない、戻らないんですよ。でも骨折したところとかは僕たちがこうネジで止めてあげると自然に戻る、戻る、ね、うん、こういうこう傷のところだと治る。でもね、やっぱりやたらと歯は削っちゃダメだよ。だからね先生、僕いつも患者さんにこれ言うの、うん、歯が一本悲しいけど失われてなくなりました、この指がなくなったと一緒でしょ、うんうん、でここに心棒のようなものを立てて、うん、この指ができてくるのがインプラント、うん、ここに指サックし2本ね、指サックして、まあ、おもちゃ、ごめんね、うん、おもちゃみたいなのを入れるのが入れ歯、うんうん、分かりやすいね。入れ歯って外すでしょ、外したらここにできるのはアセモだけ、うん、門下中できたとしてもアセモができた、うん、インプラントは手術するけど指が戻ってくる。ブリッジっていうのはこの指とこの指を折って3つをつなげるのがブリッジ、ね、これね神に反する行為だと僕は言うの、うん、だから歯直しときますよって言って急にブリッジして保険だからってやる先生は神様に反する行為をしてると僕は思って、私それで歯がダメになってね、入れ歯になって入れ歯が合わなくて新谷先生のとこでインプラントしてもらって、今はもう何の違和感もなく日常生活。最初そのブリッジいうのがあった、ブリッジで良い歯を削ってで全部歯が死んじゃってね、それで入れ歯に部分入れ歯中身よ、これがなくなったからこの指とこの指先生つなげる治療、うん、これを歯医者さんはずっと漫然とやってきたんです。いやでもさ、本当あの歯を削るのは怖いよ、もう二度と戻らなくなるんだから ね、やっぱりそれだけの責任持って僕たち治療しなきゃねと思いますね。そう、新谷先生、そういえばその関根教授のところでね、同じ島根大学で臨床教授という形で、携わってるってことなんですけど、またこの臨床教授というのはどういう役割なんですか。いやそれは関根先生が、まあ、でもあの島根大学のね、その歯科口腔外科のために、まあ、補助的にまあ、臨床をやっているわけだから、それでご協力させていただいて、あの具体的にはね、まあ、あの大学からそういう称号をあの差し上げて、それで僕らの医局員の指導とかね時々来てもらったり、今度、来月ですっけ、僕のところの大学院生 の、 あの博士号学位論文の審査委員もやってもらうんですよ、じゃあもう島根大学の医学部のね、もう口腔外科はですね、もうこの関根教授と新谷先生とね、もう素晴らしい先生がいらっしゃるということでね、もう島根の方は安心して、そうそうそう、もう島根大学の歯科口腔外科に、はい、ぜひ行ってほしいと思いますよね、本当にお待ちしております、ありがとうございます